ユニクロの値下げです。速報でお届けします。今週のお値下げの注目はこれ。ブラッシュドジャージーのジャンパースカート。一瞬で可愛くなれる優秀アイテムです。値下げが進んで、ついに半額です。オンラインは今回のお値下げで、ほとんどなくなりそうな様子ですね。その他 GU さんも今週は熱い値下げになっているので、概要欄から一覧をご覧になってみてください。レディース。値下げ。ランキング形式で紹介します。第3位は、1枚で華やぐ。ブラッシュドジャージージャンパースカー。ブラッシュドジャージージャンパースカート。標準上点116から127cm。お値段は1990円。50% オフです。初めての安値です。レビューからは、このジャンパースカートがジャストサイズでスタイルよく見えること。シルエットが美しいことが強調されています。また、上感がちょうどよく、足元のコーディネートにも対応しやすいと評価されています。肌触りの良さや機能性、着脱のスムーズさも多くの人にとって魅力的なポイントです。全体として着心地と見た目の両方で満足度が高いアイテムと言えるでしょう。快適な着心地、胸周りもぴったり。シルエットが綺麗、ぴったり目が最も良い。店頭で試着できる機会が増えれば嬉しいですね。形や上感、どれも綺麗で、再注文確定です。第2位は、微シルエットで快適さも演出。ストレッチスリムストレートジーンズ、丈標準 70cm。1990円。50% オフです。初めての安値です。このストレッチ性には高い評価が多いようです。皆さんが動きやすさや締め付け感のなさ、足のラインの綺麗さを気に入っています。サイズ表を確認し、自分に合ったサイズ選びが重要。店舗での試着でサイズ感を確認し、満足度が高まる。ストレッチが効いて動きやすいが、時間とともに緩くなる。シルエットが美しく、足長効果があり、とても良い。ウエストがぴったりして快適だけど、時にはブカブカに。そして第1位は、ソフトニットフリースモックネックティー、長袖。990円。50% オフです。初めての安値です。多くのユーザーがサイズが大きめであることを指摘しています。薄手でありながら暖かさを提供する点で高い評価を受けています。特に種元の暖かさと締め付け感のない快適な着心地が魅力的ですね。内側の肌触りも柔らかく、重ね着にも適しているため、室内でのリラックスウェアとしてもおすすめです。さらに、乾きが早く、肩こりの心配もない軽さがあるので、日常生活においても大変便利です。サイズが大きめで余裕を持って着られますが、サイズ選びは慎重に。伸縮性のある柔らかい生地で、着心地がとても良いですね。薄手でありながら暖かく、肌触りも良いのが特徴です。ピンクベージュやニュアンスピンクで、大人も着やすく、可愛いです。柔らかくて軽い素材で、着ていることを忘れるほどの着心地です。メンズ。値下げ。ランキングにして発表していきます。第2位は、カシミヤクルーネックセーター、長袖。お値段は7990円。38% オフです。ユニクロのカシミヤ製品に対する高い評価が見て取れます。特にその軽さ、暖かさ、触り心地の良さが人気のポイントですね。形も良く、ジャケットの下に着るのにも最適なようです。エクストラファインメリノよりも高品質で、色合いもちょうど良いとのこと。メンズ製品は厚みがあり、特に良いという評価もありますよ。カシミヤの軽さと暖かさ、ふわふわ感が大好きです。カシミヤの肌触りが最高。暖かくて形もバッチリ。ゆったり着たい時もぴったりサイズも選べて便利。コートいらずの暖かさ。カシミヤのぬくもりだ心地いい。メンズの厚みとサイズ感、女性にもぴったり。そして第1位は、動きやすさと暖かさの完璧な融合。
ヒートテックウルトラストレッチジーンズ2990円、 40% オフです。初めての安値です。暖かさとストレッチ性が高く評価されています。多くのユーザーは重ね履きなしでの暖かさを感じており、またラインが崩れない点も好評です。しかし一部のユーザーはさらに暖かいバージョンや裏ボアなどの追加機能を望んでいます。ただし生地が伸びやすいためサイズの変化には注意が必要との意見もあります。ストレッチ性が高く暖かさも十分、ただもっと暖かいバージョンがあれば嬉しい。ジャストサイズでも快適だけどウエスト選びが難しい。スリムなのに窮屈感がなく伸びる生地で快適、履き心地が良く伸縮性があって動きやすい。今日のコーデガチャです。新しいコーデに出会えるかも。出ました、ユニクロソフトニットフリースモックネックティー長袖と GU ローウエストバギーパンツプラス EC 丈長め 78.5cm ですね。うんうん、今回は値下げ情報を紹介しました。